昨年、中日ドラゴンズの新監督に就任したのは立浪和義氏。彼は現役時代に天才と称され、中日のスター選手として活躍しました。そのため立浪監督の就任はファンから大きな期待を受け話題になりました。ところが立浪監督の1年目は思うような成績が残せず、チームは最下位に転落。さらに主力選手である京田選手や阿部選手が放出されるなど、大きな話題となりました。その一方で、若手選手の台頭には一定の評価もされており、将来への期待も高まっているのが現状です。そんな中、中日ドラゴンズには新たな噂が広まっています。それはかつて中日を上昇球団に導いた名将である落合博満氏が驚きの復帰案を検討している可能性があるというもの。立浪監督は来季の続投が決まったばかりですが、果たして落合氏の監督復帰は実現するのでしょうか。今回は落合監督が中日に復帰する可能性について詳しくご紹介します。サインミス。まずは立浪監督の今季から見ていきましょう。今シーズン A クラス入りを目指して出発した中日ドラゴンズ、実はシーズン序盤にとんでもないことをやらかしていました。5月21日の巨人戦、2対5と敗れて泥沼の7連敗。特にミスが響いた形となり、ファンが嘆く事態になったこの試合を振り返ってみます。1点を追う7回の中日の攻撃、マウンドにはまだ1軍昇格して3試合目の左腕の中川選手。ブルペンに弱点を持つ巨人にとっても不安が残るイニングでした。先頭の代打の鵜飼選手がフォアボールを選び、打順はトップの岡林選手。バントか、あるいは強攻か。立浪監督は強攻策を取りました。しかし事件が起きたのはカウントワンツーと追い込まれてからの4球目。なんと足のない鵜飼選手がエンドランを仕掛けるためスタートしたのです。巨人バッテリーはその動きを読んでいて、外角へピッチドアウト。岡林選手はなんとかバットに当てようと試みましたが、バットは届かず、二塁で鵜飼選手は楽々アウトとなり、最悪の三振ゲッツーで反撃機を潰してしまったのです。なぜストライクを投げてくる確率が低いカウントワンツーからエンドランなどを仕掛けたのか。スポーツ各紙の報道によると、試合後に立浪監督はこの場面について、エンドランというカウントでもなかったし、うちのサインミスでああいう形になってしまった。ただキャッチャーも外しにかかっていたので、サインも含めて我々も反省してやらないといけない。これはこっちの責任、動かすつもりはなかった？そうです。と、ベンチのサインの伝達ミスであったことを認めました。鵜飼選手と岡林選手の2人が同時にサインを見間違えたことはありえず、三塁コーチャーズボックスからサインを出す大西コーチが、間違ってエンドラインのサインを示す体の一部を触ったと考えられます。大西コーチの単純なミスか、その大西コーチにサインを伝達した立浪監督がサインを間違ったのか、あるいは立浪監督からのサインを大西コーチが間違って受け取ったのか、真相までは分かりませんが、この事件に対して巨人、楽天、西武などで作戦コーチを務めた橋上秀樹氏はこんな指摘をしています。おそらく大西コーチが間違ってサインを出したのでしょうが、これはごく稀に起こることなんです。そのミスを防ぐために、通常はベンチ内にいるヘッドコーチか他のコーチが、立浪監督から大西コーチに出されたサインと実際大西コーチが出したサインが合っているかどうかをダブルチェックするんです。もし大西コーチが間違ってサインを出していれば、そのダブルチェックしたコーチがタイムを要求してサインをやり直すんです。
つまり今の中日のベンチはそういうダブルチェックさえ機能していなかったということになります。首脳陣がこんなことをしていれば指導への説得力がなくなる、チームの緊張感のなさを象徴する事件でしょう。何らかの拍子に知らないうちに間違ってサインを示す箇所を触ってしまうという伝達ミスはプロ野球の世界でも時折起こり得る話です。例えば現在阪神の監督を務める岡田監督が以前オリックスの監督時代のこと、守備の際当時のオリックスの捕手が内角を攻める配球ができなかったために内角を攻めろというサインを作っていたそうですが、ある日岡田監督はサインを出すタイミングで顔のあたりに飛んできたその虫を手で追い払い、それが内角を攻めろというサインの箇所を触ってしまっていたようで、捕手が内角を攻めるサインと勘違いして内角を要求、手痛い一発を打たれたことがあると言います。到底内角を攻めるようなカウントではなかったそうですが、当時の捕手に考える能力がなかったためタイムを取って確認する作業も行っていなかった。今回のケースでも鵜飼選手、岡林選手のどちらかがエンドランのサインを疑い、大西コーチにサインの確認をするべきだったのかもしれません。ただ橋上氏はそれは難しいという見解を述べています。カウントワンツーからのエンドランはないわけではないんです。今の野球はエンドランの可能性の高い平行カウントやストライクを取るカウントではバッテリーが難しい球種を選択してくるため、カウントノーワンやノーツーといった本来はエンドランを仕掛けないカウントで裏を書いて作戦を遂行してくるケースが少なくないんです。その場合はベンチが絶対にストライクを投げてくるという確信を持つデータや勘が働くことが条件になりますがね。そう考えると選手側がタイムを取って確認してしまうと逆に作戦がバレてしまうので、このケースで確認することは難しかったでしょう。実際20日の阪神対広島戦では初回に新井監督はカウント1-1、1-2から2球続けてエンドランを仕掛けました。この際も大竹選手、坂本選手のバッテリーに見破られ失敗したものの、 100% エンドランがないわけでもなく選手に責任はありません。見破られたサイン、実は今回のケースでは重要な問題がもう一つあるんですと橋上氏は続けます。その重要な問題とは、本来エンドランが出ないカウントで中日側が間違って出したサインを巨人に見破られていたことになるということ。原監督はサインを見破ってピッチドアウトすることが好きなんです。一気にゲームの流れを変えることができますからね。今回の一件で中日のサインがバレていたということがはっきりしました。立浪監督がキャッチャーも外しにかかっていたのでサインも含めて我々も反省してやらないといけないとコメントしたのはそういうことです。そう考えるとサインを見直す必要があると言えるでしょう。たださえ戦力がなく、ミスに目をつぶって若手を使っているチームがサインまでバレていては勝てるわけがないですよね。この日先発した高橋選手はコントロールに苦しみ、2回、ワンアウト一塁からウォーカーにレフトのバルコニー席に飛び込む特大の先制ツーランを許し、4回には丸のタイムリーで3点目を失うと、立浪監督は5回ツーアウト1、2塁のチャンスに代打を送り、4回で降板させられています。打線も初先発となった育成出身の巨人のルーキー松井選手の前に5回までゼロ更新を続け、6回に3番手の三上選手から現役ドラフトで加入した細川選手がツーランを放ち反撃ムードを作りますが、勢いは続かず、このサインミスで流れが断たれ、その裏4番手の清水が岡本にバックスクリーンの右にダメ押しのツーランを浴び、8回は
巨人がトレードでオリックスから獲得したばかりの鈴木選手に、9回は守護神の大勢選手に無得点に抑えられ、抵抗する姿を見せられないままゲームセット、泥沼の7連敗となりました。立浪監督はミスを犯した首脳陣も含めての出直しを誓いましたが、この日も守りにミスが出て、チームの失策数はこの時点で12球団でワーストの32。侍ジャパンに選ばれ大ブレイクが期待された高橋選手が5連敗、防御率 2.70 の柳に未だ勝ち星がないなどの誤算が続き、首位阪神とのゲーム差はこの時ですでに 12.5 に広がっていました。この時のサインミスはベンチの集中力がないと思われても仕方なく、これでは来季も勝つことはできないと思います。橋上氏はどう見積もっても戦力がない中、立浪監督はバンテリンドームの特性を生かしてなんとか守り勝つ野球を選択した、内野は経験のない若手ばかり、経験を積ませて可能性を見極めながら手探り状態の野球が続くでしょう、なおさらミスを減らして緊張感を持って集中力を高めていくしかない、阪神が独走しているがセリーグはどこもまだ整備できていないチームが目立つのだから諦める時期ではない、モチベーションを高めてチームを締め直す正念場だと思う、とコメント。中日はあくまでミスが多すぎるからこそ低迷しており、このミスがなければ普通に戦えるようになると思います。若手の成長は見えていますし、全くの黄金期とまでは言えません。しかしこのミスを減らすにもやはり首脳陣と選手の関係をもう少し改善した方がいいかもしれません。采配やベンチワークの問題点。次は交流戦終盤の6月16日に本拠地バンテリンドームで日本ハムを迎え撃った試合を見ていきましょう。この日は中日の先発小笠原選手と日本ハムの先発上沢選手が共に好投、1点を争う投手戦の中、日ハムは1対1で迎えた4回表ツーアウト1・3塁から一塁走者の上川畑選手が二盗する素振りを見せて小笠原の牽制を誘い、その間に三塁走者の万波選手が本塁を陥れる奇襲に成功しました。結果的にこの1点が決勝点となる後味の悪い負け方となりました。ただ中日も全く見せ場がなかったわけではありません。7回裏ワンアウト1・2塁のチャンスを作ると立浪監督は積極的に動きを見せ、7番石橋選手に代えてここ4試合スタメンを外れていた石川昂弥選手を代打で送ると、石川選手が24打席ぶりにヒットで出塁し見事起用に応えます。またワンアウト満塁の局面では8番リューク選手に代打で高橋周平選手を送り勝負に出ます。しかし高橋は空振り三振で2アウト満塁に。次の打者は投手の小笠原選手でした。ここで点を取らないともう後がない場面で立浪監督が送り出した代打は、今季はダイソーの1番手で起用されている伊藤浩介選手でした。実はこの時ベンチには長年主砲を務めていたビシエド選手がいました。今季のビシエド選手は打率2割1分1厘で得点圏打率が6分3厘と低迷こそしていますが、実績やミート力を加味すればダイソー要員の選手ではなくビシエド選手を起用する方が怖さはあるはずです。立浪監督のこの采配には多くの中日ファンが疑問を感じることに。案の定伊藤選手はピッチャーゴロに倒れ無得点でこの回を終えてしまいます。今季何度も繰り返されてきたこの石膏に SNS ではワンアウト満塁の大チャンスに三者残留のおうち芸発動、代打ってチャンスでの切り札じゃないんですかね、自動アウト現状の駒でしたっけ、などと嘆く声が多く上がりました。さらに J スポーツオンデマンドでこの試合の解説を務めた元中日 OB の鹿島忠氏はワンアウト満塁の場面で膝の状態が不安視される一塁走者の石川選手に対してすぐにダイソーを出せなかったベンチワークを問題し、鹿島氏は
他のコーチは誰も気づかないんですかね、などと苦言を呈し続け、鹿島氏の指摘に少し遅れてダイソーが出たものの、ベンチの遅い決断に不満を隠せませんでした。終わってみれば7回を5安打に抑える力投を見せた小笠原選手を援護できずに、日ハム新庄剛志監督の奇策にしてやられた形の中日。また試合中、立浪監督は目の前にあったゴミ箱を蹴飛ばして怒りをあらわにする様子もありました。ベンチに残っていた選手3人が立浪監督の方を振り返って目を点にするほどでした。立浪監督のこの行為には一部で同情論も上がりましたが、一方で上に立つ人間がこれでええんか、ファンや選手たちに見えないところでやる分にはええとは思うけど、親父代わりの星野誠一のコピーを気取ってるのか、などの声が上がりました。またこの日は中日 OB で、1954年の球団初の日本一にも貢献した名投手杉下茂さんの死去が発表された日でした。試合前に両チームから杉下さんへの黙祷が捧げられていたこともあって、ネット上では黙祷した試合でこんなことするのどうなん、といった意見も見られました。ここに来て正捕手の木下選手が骨折で離脱するなど誤算続きの中日なだけに、立浪監督にも大いに同情の余地はあります。とはいえ、ファンが見たいのは監督がゴミ箱を蹴飛ばす姿ではないはずです。借金15のデッドライン。この試合の次の日である17日には、中日はさっきまでの同僚に手痛い逆転弾を浴び、逆転負けで引き分けを挟んで3連敗となり、この日の敗戦で借金は今季最多を更新する15となりました。そして18日の日本ハム戦でも、日本ハムの北山選手の前に快音を響かせず4対0で敗戦。これで引き分けを挟んで4連敗となり、借金は16となりました。かつてサンデードラゴンズ CBC テレビゼロの司会で知られる若狭圭一アナウンサーが、借金15が休養ラインと発言していました。実際過去には谷繁監督が借金15に到達して途中で解任、さらに2021年に退任した与田監督も退任したシーズンは借金15でした。若狭アナのこの発言を引き合いに、ファンやメディアは立浪監督がこのデッドラインに到達してしまったことに触れ、現在話題に。さらには落合監督が中日の監督に復帰するという報道もされていました。落合氏は2004年から7年間も中日の監督を務め、優勝4回、日本一1回、2008年の3位以外は首位か2位と90年近いチームの歴史で一番の黄金期を築き上げた名将として知られています。その実績からファンの間で再登板を望む声は常に上がっていました。そんな落合氏が再就任するという報道が出ていますが、果たして真相は。スポーツ記者によると、落合氏は監督復帰に否定的で、これまでのインタビュー等でも前向きな発言は出てこなかった。4月に配信した自身の YouTube でも、監督復帰の話題には白井さんがオーナーを引いちゃったんでね、ないでしょう、中日でやるっていうことはまずないでしょう、などと明確に否定していましたからね、と過去に否定したことを明かし、ないと思っていました。ところが最近になって潮目が変わり始めているというのです。落合氏が復帰意欲全開に。6月9日の YouTube で、答えて俺流質問箱という質問コーナーを企画した落合氏は、もう一度監督をやりたい気持ちはありますか、という質問に対し、オファーがあれば会って話は聞きます、それで条件によっては考えます、と回答。なんとこれまでと態度を一変させ、復帰の可能性を示唆したのです。この方向転換には、現在のチーム状況も落合氏の監督復帰の追い風になっているといいます。チームはさっきから立浪監督が指揮を取っていますが、再開争いを続けている。立浪監督にも早くも辞任の噂がささやかれていますから、チームがこのまま再開に終わった場合、来季の監督交代は必須でしょう。その場合、真っ先にオファーが行くと見られているのが落合氏で、現在は第二次落合政権樹立前夜と言ってもいい、とスポーツライターは明かしています。落合氏が去ってからの中日は翌年こそ2位だったものの、
13年からは10年連続 B クラス。うち2度の再開。次々と監督を変えても浮上しない暗黒時代が続いています。黄金時代を築いた落合氏がチーム再建に動くのは筋が通っている。阪神も今季から岡田監督が15年ぶりに復帰。落合氏が監督時代にしのぎを削ったライバルが現場に戻っています。岡田監督としても中日の監督に落合氏が戻ってきたら懐かしかったり嬉しい気持ちがあるはず。岡田監督が直接言ったら落合氏本人も刺激を受けて監督復帰への意欲が湧いてくるのではないかと指摘する関係者の声もあります。こうした落合監督の復帰論が取り沙汰される一方で、ドラゴンズ生え抜きとして切り札的存在の立浪監督にはどんなに負けが込んでも満を持して就任したミスタードラゴンズに解任はないでしょう。自分から辞めますは十分ありえるけど、借金15が休養ライン、そんなものが立浪に適用されるとは思わないな、といった同情を寄せる声も飛んでいます。果たして球団側がどれほど立浪監督を支え続けれるのか、来季の中日に注目です。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。